こんにちは、ゴルファーズメディアラボの福本です。今回は前回までに上げさせていただいた6本のシャフトの動画があるんですけれども、そちらの総集編ということで、分かりやすくまとめてみましたので、どうぞご覧ください。では今回もおさらいからいってみましょう。スチールシャフトは方向性、コントロール性に優れているということ、カーボンシャフトは高弾道で飛距離が出るということ、ただそれぞれに足りない性能を補おうとしているのが最近の傾向ということでしたね。ダイナミックゴールド95は従来のダイナミックゴールドと比べて振りやすさ、球の上がりやすさ、飛距離性能に優れていて、これらは軽量化されたこととシャフトのキックバックが大きくなったからといえます。軽量スチールやカーボンシャフトのばらつきが心配という方、軽量シャフトでもスイングを安定させたい方などにおすすめです。 KBS シリーズは海外で人気があり、 PGA ツアーでも使われていますが、 KBS ツアー90は実際にプロが使用しているものよりも球の上がりやすさ、スピン量、飛距離性能に特化されています。シリーズでも最軽量になっているので、アマチュアゴルファーでも振りやすく使いやすいシャフトになっています。 NS プロ08はスチールなのにカーボンみたいなシャフトということで、従来のスチールにはないカーボンのような球の上がりやすさ、飛距離性能、またスチールならではの操作性、安定感のあるカーボンとスチールのいいとこ取りをしたシャフトになっています。スチールを諦めていた方もぜひ一度試してみてください。 MCI90 はメタルコンポジットテクノロジーというフジクラ独自の技術によって、従来のカーボンシャフトにはない先端剛性の高さ、操作性、コントロール性が生まれ、カーボンでもスチールのような性能を出すことができるシャフトになっています。カーボンでは物足りない、頼りないと心配という方でも使えるシャフトになっています。 AD85 は現在出ているカーボンシャフトの先駆けとなっているもので、クラブバランスやシャフト構成での工夫が施されていて、スチールからカーボンにスイッチしてもフィーリングを損なわないようになっています。カーボンでもしっかり感が欲しいという方も違和感なく使えるシャフトになっています。アッタス FF85 はフレックスフリー設計によって自分に合った調整ができる自由度の高いカーボンシャフトになっています。また KS テクノロジーによって飛距離のばらつきを抑えたり、ベイトフル設計で番手ごとの性能を最大限に発揮できたりと、アマチュアゴルファーにとって嬉しい恩恵が得られるシャフトになっていますね。最後までご視聴ありがとうございました。その他のシャフトなどについても知りたい方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。ご要望の多いアイテムについては検証いたしますので、リクエストお待ちしております。よろしくお願いいたします。ゴルファーズメディアラボはゴルフクラブのフィッティングスタジオです。ご予約お待ちしております。